結構、しっとりして、多いんですか。 はい、えー。時刻は8時30分になりました。えー、10月24日ですね。えー、8時半、ずくらいの風島未来期、えー。かなり寒くなりましたね。えー、10月もあ,あと一周残すのみになりましたけども、日中はね、まだまだ暑いですけども、なかなかあの夜になると涼しいというか、ちょっと寒い感じもするので、えーまあ、聞いてらっしゃる方、沖縄の方ですね。えー、風邪を引かないように。 気をつけてください、えー、それではオープニングからします はい、えー、皆様改、改めましてこんばんは、えー、雫未来です、えー、今晩も始まりまりした、まあ、今週も始まりましたということですが、えー、雫未来の風島未来えー、ちょっとですね喉のほうが少し、えー、おかしく <coughs>、えー、すいません、失礼しました、えー、なってますので、多少あの咳が出るかもしれません、もう風邪がひいてるというわけではないんですが、先ほど申し上げましたように、昼と夜の、えー、気温の <coughs> 差がですねかなり激しくなっておりまして。 それでちょっと喉がおかしいですけど、ご容赦くださいませ。今日はですね、12回目ということで8月から始まりました、この番組ですけども、いろんなお話を一筋ずつやってまいりました。実は、私的にはですね、今週、先週から、先々週からなんですけど、ちょっといろんな出来事がありまして、 あの、この世とあの世の境界線というか、を超えた場所に結構行っております。まあ、自分の周りで起きてる出来事もちょっと、この世的な、この世なんですけど、あの世的な、あの世的というか、あの、物がふっと消えたりとかですね、して、あの、ちょっといろいろ困った事態にもなってるんですけども、実はあの、今週から先週にかけて、先週から今週にかけてですね、え、仮眠中、 まあ沖縄ではユタという名前の方がしっくりくるんでしょうか。僕はどうしてもあのユタという名前があまりこう自分の中でしっくり来なくて、仮眠中ですかね。神様のことをやられる人たちという風にあの呼び、呼ぶことが多いんですけども、あるまあ仮眠中の方と、まあ女性の方ですけど、あの知り合いになって、でその方からいろんなこう言葉をいただいた時に、あの自分が沖縄に まあ13年前に来たという話も番組の中でもやりましたけども、沖縄に来た理由はですね、かなりその、その方の、まあ、その方の神様と言われる方からいろんなお言葉をいただいて、で、自分がなぜ沖縄に来たのかということの、まあ正体というか、だんだんその、あの姿が、こう霧の中から、霧が晴れるようにですね、見えてきました。ですから、まあそれによってちょっと、あの、実は、 えー、昨日日曜日ですけども、あの、な、まあ、南、南城市の方の、いくつかの歌たきっていうんですか、拝み所を回、回らせていただいたりとかして、実は自分がその、まあ、あ格好性というのを皆さん方信じるかどうかわかりませんけども、そういう格好性で沖縄に、えー、いて、まあ、沖縄に生まれたというより沖縄にやっぱり来たというのが、実は正しいようですけども、その中で、まあ、ある、まあ、お坊さんというか、というような、 役割としていろんな、あの、仕事をどうもして回ってたというふうに聞きました。まあそれが本当か嘘か検証する手立てはもちろん今の時代にはないんですけども、今日はそういったですね、ちょっと、ちょっとお不思議な話も含めた上で、沖縄が風島、この沖縄がですね、日本であるという、いつも毎週毎週、主張しております。沖縄はまあ琉球ではないという主張に基づいたですね、 そういったあのお話を続けていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。 はい、えー、っとですね、まあ、番組のちょっとオープニングで、えー、いつも、本当はずっと前、最初言ってたんですけど、そのうち時間を見ながら言うと忘れてしまうことがあって、えー、この番組は、えー、クリエイティブウィングプランというオフィスの提供と、それから何人かの方の、有志の方のご協力によってですね、行いさせていただいてます。本当にいつもありがとうございます。なかなか、このクリエイティブウィングプラン、 日本語で訳すと、創造の翼計画というふうにいうオフィスなんですけども、新しい、あの、いわゆるクリエイティブな創造をするような、そういう、まあ、オフィスというか事務所なんですけども、そういった方たちのですね、そういったあの力強いいただいて、この番組なんとか進められておりますので、でまあ、そういったあの沖縄も、あの、まあ、いつもいつも言ってますけども、過去に、ね、止まった状態で、えー、いるよりも未来をどうやって 開いていくか、この沖縄の未来を本当に開くために、えー、一番必要なものは一体どういう考え方なのかということをですね、あの、中心にして、えー、やらせてい話をさせていただいてい,いてます。で、まあ、あの、先ほど冒頭にお話ししましたように、えー、この2週間ほど、本当にあの、あの、ま、あの世とこの世という言い方をすると、なんか死にかけたような、ちょっと表現に聞こえたら申し訳ないんですけど、そういうわけではなくて、まあ、僕自身がこう感じてる沖縄の中で、 あの、たくさん、こう、あの世とこの世の境界線というか、それを踏み越える場所があるんですね。これはあの、まあ、今非常にあの、日本全国で有名になっております、君の名はというアニメーションの中でも、あの世という、ここから先はあの世だよというようなあの、おばあちゃんが言うセリフが出てきます。ご覧になった方はよく覚えてらっしゃると思いますけども、沖縄はですね、やっぱりこの島自体があの世とこの世の境界線を持ってる。 あの,世であの世に入ったりまたこの世に戻ったりそういう境界線がたくさんありますでこの境界線のですね、えー、一番のまあ今かろうじて、えー、検証できる一番の境界線の理由というか根源根拠というのは実はあの「にらいかない」という伝説が沖縄にありますね。にらいかないまあ先ほどもあのスタッフの方に聞いたらよく知ってらっしゃるというふうに、えー、おっしゃっておりましたけども。 まあ沖縄に住んでみないと。この言葉っていうのはなかなか耳にすること。なかなか耳にすることっていうのもないのかもしれませんが、僕も沖縄に来て初めて二雷かないという言葉を聞きました。でもその二雷かないという言葉を聞いた瞬間に、やっぱりその、まあデジャブではないけども、初めて聞いた言葉であるのに初めてではない。どこが自分の魂というか自分のコロナにある記憶が、その沖縄に縁のなかった、 まあ内地で生まれて育っていった中では多分聞いたことがどこどの時間軸の中でもあのないにもかかわらず沖縄に来て初めて聞いたその「未来家内」という言葉がものすごく懐かしくてですねこの言葉は一体僕の中でどういう記憶のその時間軸流れを持ってるんだろうと思ってずっと考えて きましたでまあ「にら行かない」って結局はあ,、まあ一言で言えばその海の彼方にあるはるかなる理想郷もしくは海の底にあるはるかなるはる、まあ、かなるとか理想郷というふうな、まあ、幸福な世界がその非常に遠い離れた場所にあるとまあその世界からいろんな神々がやってきたりとか奄美京とかの伝説とかもございますけどもその「にら行かない」言葉をその「 いろんな学者の方たちとかいろいろ分析したりしてますけども、なかなかその言葉を分析するまあ言語学的なニライカナイという言葉を見てもですね、なかなかそのニライカナイの言葉が僕の中には入ってこないんですね。で、その分析してもどうしてもダメで、やはりニライカナイというその、このわずか6文字の えー、あ、ありがとう、金太郎さん、ありがとうございます。また来ました。ということで、本当にメッセージありがとうございます。狙いかないという、その6文字のですね、言葉の中に一体何が含まれているのか、これはあの、すごいなんかマイクロチップのようなですね、ものすごくその6文字の中に膨大な、もしかしたら記憶というか、が入っているような、ある種の妄想も持っていたりして、で、その、狙いかないっていう、 場所。僕の中ではですね、その先ほど申し上げた海の彼方というよりも海の底のイメージの方が強いんですね。で、これは海の底っていうのはなんで海の底だろうと思うんですけども、実はあの番組の中でもちょくちょくほんのちょっとだけ触れたことがあります。あの、まあ、これは詳しいことは僕にも全くわかりませんし、いろんな方たちが書いていらっしゃるのを断片的に集めて、えー、ああ、こういうのが本当にあったらいいなというふうな、 あの、まあ、そういう思いだけではあるんですけども、あの、ムーという国があったと、まあ、太平洋上に、ムーという国があって、まあ、そのムーという国の一番端っこに沖縄があったのではないかという説、まあ、説というかです、ね、それをま、そういうふうに考え方を主張されてらっしゃる方もいらっしゃいます。で、僕も、その、ムーという国、 いろんなあの本とかで読んで、まあ、チャーチワードなんかもおっしゃってますし、いろんな、それはあの、えー、木村教授ですか、琉球大学の方たちも、その海の遺跡の,あの話なんかの中で、やっぱムーという言葉を出されてますよね。でそのムーという国が、まあ、だいたい1万年、1万4、5千年ぐらい前じゃないかというふうに言われてるんですけども、まあ、その真実はどうであれ、沖縄の、<coughs> あすいません、沖縄の、その、 今のあ、まあ、生活様式とかいろんな、その、特に仮眠中、最初に申し上げたその神々の仕事を、神々から言葉を受けて、いろんな、あの、お仕事、多くの人たちをこう日々救済しているといいますか、お助けくださっているお仕事をしている人たちの中には、やっぱりそういうなんかムーという国の、もしかしたら、その、 まあ、ミコさんって言いますか、当時その神々の言葉を下ろしていたミコさんのルーツにあたるものが、実は今の時代のこのユタと言われる方々、神道と言われてる方々の中に残ってるんではないかなと僕自身はあの感じてますであの、まあ、先ほど申し上げました、あの、そのお会いしてですね、で、その方が、まあ、僕がその沖縄に来た理由をその方がその神神様から、 教えていただいて、で、僕はそのか、まあ、過工世というか、そういう時代にそういう、まあ、お坊さん的なお仕事を沖縄でやってたんだけども、それがま、ちょっと中途半端に終わってしまって、それでもう一度沖縄に今回、えー、まあ、よ、呼ばれたというか、呼び戻されたと言いますかね。で、それを、あの、お、おっしゃっていただいたんですけど、実は、あの、<laughs> ちょっと個人的な話になりますけども、あの、若い頃にですね、実は宮古島出身のおばあ、 おばあさんが、あの、ま、九州の、北九州というところに住んでらっしゃって、たまたま僕は、あの、親戚の方の縁で、そのおばあさんとお会いすることができて、その方もやはり仮眠中だったんですね。で、そういう縁で、僕は、あの、その、宮古島のおばあからも、そういうことを、同じことを言われて、実は20代の頃に、そういう、ま、修行というか、 あなたはそういう修行をしなさいと言われて、5年ほどやったことがあるんです。まあ、ちょっといろんな事情で途中で離れましたけども。ですから、それがあの、ま20代の後半ぐらいに、ま切れてしまった。その続きを今回ですね、あの、お会いすることができた、まぁ、あ、ある仮眠地の方から同じことを言われて、これはやっぱり自分がその20代の本当に30年ぐらいは前ですけど、言われた。 ことが30年経ってもう一回扉が開いたというか、そういった不思議なあの考えになりましてあ、もし自分がこれから沖縄の中で、その、いろいろ申し上げているように、沖縄を、何らかの形で沖縄にご,にご縁返しをしたいということを具体的に、そういったことによって、何か一つの、あの、ある部分で具体的なご縁返しができるんであれば、それをですね、 やらせていただきたいと思って、まあ、昨日、何か所かのその、うがん、うがんって言うんですかうたきみたいなところに連れて行っていただいて、えー、まあ、これ、どこまで喋っていいかわかりませんけど、自己紹介をその、神様にさせていただいたんです。もうこういった、あの、縁で、今回、こういった、まあ、九州からお、あの、沖縄に移ってまいりました。 で、死ぬまで、沖縄で命を終わるまで済みます。で、その中で、沖縄の方々に対して、この沖縄という島に対して、ご縁返しが具体的にできれば、どうぞご指導くださいというようなですね、そういった話を何、何箇所かに回って、そのいろんなしきたりの中で、その仮眠中の 女性がですね、本当に僕は初めて見ましたけど、そういう中でやらせていただきながら、それで問答をするんですね。その、神地の方が通訳になって、僕はその神、神様とお話をさせていただきました。で、いろんなことを教えていただいて、私の、自分が、あなるほどなと思っているところもあるし、全く新しい見解として、あこんなふうなものになってことまあ内容的には、あの、具体的に今、この時間で申し上げることはできないんですけども、そういった、 あの、時間を持つことができて、本当にさ、あの、この世とあの世のね、境界線を,を越えてきました。ですから、あの、まあ、この二大家内という沖縄に伝わっている古くからね、ある理想郷、海の彼方、海の底にあるという理想郷の一つの、まあ、末裔というか、その一番の この時間軸というと最先端の一番新しい時間軸の中にいる島がこの沖縄であると僕は昨日の出来事も通してですね、確信をさせていただきましたので、どうか、またこれをまたいろんな機会でお話をですね、させていただければいいかなというふうに思います。 はい、えぇ、ー、さだまさしの晩章という曲をお送りしています。まあ先ほどあの、えー、その神道の方とのお話をいたしました。で、まあ僕はあの、その、歌き、歌きというかその場所の中で、その、神様というか、その、向こう側にいらっしゃる方に、えー、もう、近い、近いというかね、こういうことをやらせていただきますと、まあこういう、まあ、精進をさせていただきますという誓いを、 ししてしまったのでなんか自分の中では自分としての境界線をなんかね超えてしまったというかこれはあの、まあ、真剣に取り,組、まあ、取り組んでですねそれであのちょっと非常におこがましい言われ言われ方をされたんですけどたくさんの人たちを救っていきなさいよって言われてまあどうやって救っていくのかっていうのは全然もちろんわかりませんけどただその時々に何かそういうアドバイスなり いいただいただ中でですね、えー、やらせていただくことになるとは思いますそ,の、まあ、そ,れそれだけで生きていくことはもちろん無理ですけどもただそういったまあご縁で沖縄に今回来る一つの局面だったんだということを今回あた新たに教えていただきましたのでなかなかあのちょっと不思議な普通ではなんかできない経験であのそのウガンジュのウガンジュっていうのはその場所でもたくさんの地元の方々が見えられてて。 その女性の方が「この方は内地の方です」って言ったらすごい感心していただいて自分としては本当に何かできるか分かりませんけどただ素直にねこの沖縄の地でずっと余生というか人生を送らせていただくという意味において素直にできることは何でもやらせていただこうと思っていますのでとかまたその報告なんかもその都度できれば。 あのもちろんお名前とかなかなかその方はお出しできませんけどもそういった話もできたらいいなと思いますぜひよろししくお願いします。 はい、えー、雫未来の風島未来期、あっという間に、えー、まあ、30分ですけども、実際は15分とか、そのぐらいしかおしゃべりをする時間はないですね。まあ、今日はあの、まあ、未来からの話ともう一つ本当実は、日本の日の丸のですね、日の丸ってとちょっと構える方もいらっしゃるかもしれませんけど、あの、ご存知の方はご存知でしょうか、沖縄はその明治以前というか、日本が明治3年に日の丸を、 あの、公式に日本の国旗として定める前から沖縄のその船、船というかいろんな沖縄船の中では、まあ日の丸とは言わずにえ、ティーダ、太陽の旗とか日輪とかいう言葉で呼んでたそうですけども、そういう、そういう旗、まあいわゆるお日様のね、真っ赤なお日様の日の丸の旗をですね、えー、使ってたそうですね。で、まあその明治の時代に、 日本の国旗に決まるまでにいろんな説、いろんな説があって、その中の説、一説に、その、薩摩が進行してきた時の、というかその後のその、島津成明という人が、あの、その、日の丸のその一つの案を挙げたという説がありますので、でもこの方の説が、説が取り上げられたっていう話といろんな説があるので、もちろん詳細は、正式なところはわかりませんけども、その、なぜその、 まあ、島津氏が、それが、やったことが事実だとして、なぜじゃあ、その日の丸が、その、なったのか、沖縄の陸の旗で、まあ、陸の旗として陸が使ってた、沖縄が使ってたですね、旗がなぜ決まったのかということに関しては、ちょっとそれはわかりませんけど、ただ、僕はですね、あの、まあ、非常にこう、ちょっと大雑把な結論、乱暴な結論になるかもしれませんけども、あの、ずっと今まで申し上げている、その、沖縄は日本のその、 根源的な国体的なものに関わりある場所だということの、その尊さをですね、実はし、その、薩まであっても、上位の人たちは知っていたんじゃないかなという気がしてならないんですね。その知ら、知らずに挙げたという説が通説になっているようでございますけども、でも、実はそうじゃなかったんじゃないかなと。明治になって、その、日本政府が沖縄の生死、沖縄の正しい歴史は、あの、紐解いてはならぬというようなですね、 そういったお達しを出したというふうに言われてますけども、まあそこにも一つの大きな意味合いはあるんでしょうけども、やっぱり沖縄のこの本当の意味、沖縄の尊さ、沖縄の本来の意味を、日本自体のその重要な人たちは、やっぱり知った上で、それをある種、まあ隠すというか、そういったことをやってたんではないかなというふうに思います。まあそれが本当の理由は僕にもわかりませんけども、ただ言えるのは、この沖縄が 1372年にいつも言います、琉球という名前を死な、当時民からいただいたというのが、この沖縄の琉球という歴史ではなくて、そのもっと以前から沖縄は沖縄として、その誇りある島としてですね、存在していた。それが日本の源流となるにふさわしい大きな力強いものとしてですね、その文明、ある種文明の光として、えー、先日、先週申し上げました。 安曇野系海洋民族っていう話もありますけどそういったものとして沖縄から始まったものがあるんではないかこれはやっぱり沖縄の全ての方にある意味アイデンティティというか誇りとしてですね持っていただいて僕は今沖縄を取り巻いている危険な現状からあのそれを抜けてですね雲海を突き抜けるようにして抜けて未来に向かって え、進んでいっていく。そのエネルギー、推進力、作るようになっていただければいいかなと思います。今日もね、ちょっと時間がなくなりましたけど、えー、鈴木未来の風邪神未来期、本当に簡単なお話ですけど、一個ずつ続けていきたいと思います。どうか皆様、風邪ひかれないようにね、えー、ちょっと夜寒いですから、また来週お会いしましょう。今日もありがとうございました。